they put their hair up, they use... こうしたものをこの人たちは日本の文化と思っているのかしら。ただ物珍しいだけ。What is that over there? Osenko. What is Osenko? Just a moment. Okay. Han, let's go over here and see what that is. Yeah.This is Osenko. Oh. Osenko? Yes. What should we do with it? Please throw it away. Throw it in here? Yes. Okay. Now, what is all this smoke for? Should you be pushing that on you? Or? Yes. Osenko の歴史を説明するなんてできやしない。私日本の古いこと何も知らないんだわ。まあ、いらっしゃいませ。どうも遅くなりまして。いや、君の評判は上々だよ。こんなチャーミングな秘書を持って幸せだって言われちゃった。あ、まあそんな。あの、これお線香。Is that Osenko too? No. This is Oko. Oko? Yes. Oko. This is not for Buddhist ceremony. Please. Oh, smell this. I can smell it from here. Mmm, what a nice fragrance.This is similar incense to what we had the other day when I went to the tea ceremony. Something like that would remind me of Japanese. 浅草でお線香のことを尋ねられましたの。私、説明できませんでした。恥ずかしかった。日本のことを何も知らないくせにアメリカに留学しようと考えていたなんて。私、反省しました。あ、その留学のことだがね。ウィリアムズ夫妻が君のことをすっかり気に入ったらしく、いつでも身元引き受け人になるってさ。おお、サンキュー。 ありがとうございます。こちらはすっかり暖かくなりましたが、東京はどうですか。お彼岸には帰ってくるかと待っていましたが、残念でした。桃の節句におひなさまを飾りながら、おばあちゃんはお前のことばかり話していました。
肝心の京子がいないのに、ばあさん二人でおひなさま飾るなんて、とおばあちゃんはぶつぶつ言っていましたが、末っ子のお前が可愛くてならないんだよ。お父さんの法事にはぜひ帰ってらっしゃい。若いお前が田舎を嫌がるのもわからなくはないけれど、なんといってもここがお前のふるさとなんだから。Thank you. お待たせしました。昨日はお疲れさん。君今度の土曜日空いてるかい？いや、ウィリアムズ夫妻を日光に案内してもらえないだろうか。この際彼らと仲良くなっておくのは悪くないと思うよ。部長、そのお話お断りできませんか？それはまあ都合が悪ければ仕方がないわ。日本のことを何も知らないで日本を案内するなんてとてもできません。私自信をなくしました。それは僕だってお子とは何ぞやなんて言われたら分かんないよ。それに実は父の七回忌の法事がありまして、お彼岸にも帰らなかったものですから休暇をいただきたいんです。お願いします。やったらちょっとマシです。そう、でもあなたずいぶん難しいもの読んでるのね。これですか？僕さっぱりわからんのですけどね。おばあちゃんがくれたんですよ。旅行中ちょっとずつお寺のお坊さんに聞いたらわかるって。それじゃあなんかお遍路さんでもするの？おばあちゃん足が悪いでね、代参って言うんですか？お前代わりに行ってこい。変わったおばあさんね。実は僕、大学の試験2回も失敗してしまって落ち込んどったんですよ。で、おばあちゃんが、そうなの？ナルトの一番寺まで送るわ。そんな、えらい遠回りやないですか。いいの、私も行ってみたいの。実はね、私もあなたみたいに自殺するほど落ち込んだことがあったの。やっぱり受験で？うん、失恋で。
私は小さい時からお遍路さんを見て育ったのだけれど、巡礼がスタートする一番寺は一度も見たことがなかった。つまり興味がなかったのだ。今のうちに弁士国前に行ってやると思って、それでも行くぐらいなら全部歩いて行ってみたら、四五十日お寺を開けるから、だからお檀家の総大さんやお茶屋さんのところずっとこう挨拶になって、どこ行ってもちょっと僕お遍路さんたちはここで巡礼のための教えを受けて88箇所へ旅立っていく。受戒という儀式だそうだ。私はそのことないですよ。私は四国って言ってるのに、うちの団塊の人たちはみんな、あら、若さん、お四国ですか、よろしいな。あら、若さん、お四国を置いてるの。あんな、早く言ってくれて、私もついているのに。浅草のお線香の煙を見てから私の小さな旅が始まったみたいだわ。般若いうのは知恵やそうや。マカ般若は偉大なる知恵。パラミッタは完成された世界やて。へえ。まあぼちぼち教えてもらいますわ。あなた本当に全部歩くつもり？行けるとこまでやります。そう、じゃあ元気でね。高知に着いたら必ず私の家に寄るのよ。うん、これやね。じゃじゃ私もこれ勉強しとくわ。じゃあね。の海に向かいて言うことなしか。そうやってお線香つけてるとあんたの子供の頃を思い出すよ。おばあさんに毎朝座らせられたわね。お母さん、このお線香をずっとうちで使ってるの？そうだよ、昔から。うーん、ねえ
ちょっとあんたに見せたいものがあるの。いらっしゃい。はい。うわー、ほら、みんなあんたのよ。おばあちゃんと相談して一枚ずつ揃えているの。母さん、早く私の嫁に行ってほしい。別に急がしてるわけじゃないけど、いつかはいるだろう。あ、この匂い、うん、懐かしい。母さんの匂い、私覚えてる。ちっちゃい時、母さんに抱かれるとこの匂いがしたっけ。匂い袋だろ。ほら、着物の間に入れてあるんだよ。匂い袋？お香が入ってるんだよ。そうだったの、お香か。あら、安岡先生、どうもお久しぶりでございます。いやー、よく帰ってきたな。よかった、すっかり綺麗になったね。まあ、お父さんも喜んでられるじゃろ。じゃあ、ちょっと拝ましていただこうかな。薬部尿でしゃりし、受験浪人のお遍路というのは今時面白い話だね。きっとかえのおばあさんがなかなかの人なんでしょうね。うん、おばあさんもお遍路でノイローゼが治ったのかもしれんが。そんなに効果があるんですか。ああ、今のようにバスや車で回るのと違って、昔の巡礼は難行苦行だった。お茶どうぞ。いや、小雪同然の姿で歩いておったからな。いや、何日も歩いてお参りしているうちに、小さな人間関係の悩みなどはいつの間にか消え失せていくんだろう。
先生、般若心経の中の色即是空というのはそういう迷いが薄れていくということなんですか？少し近いが、もっと論理的なんじゃよ。例えば、わしが今射精しているあの波をご覧。あの波は1秒後には違った形になってしまう。しかも同じ波の形は一つもないじゃろ。そのように現象は刻々の仮の形でしかない。それが空さ。でも先生は波の絵を何枚も描いていますね。なぜですか？私は心の中の波を探すために、目の前に見える仮の波を集めとるんだ。なかなかここに見えてこんのでな、書けんのじゃよ。心で見るんですか？そう、心でな。いや、そういえばあんたのお父さんにはずいぶん仲良くしてもらった。いや、亡くなった時に、わしはお父さんのために初めて般若心経を書いた。写経だな。その頃からよく写経をするようになった。心で見るというのも般若心経から教わった。びっくりしたな。なんでこんなとこに？東京へ帰るとこなんだけど、私もちょっとお遍路さんの気分を味わいたくて逆コースで来たの。お姉さんも変わった人やな。そうね。今変わりつつあるってところかな。あなたもそうでしょ？いい顔になってきたわよ。そうかな。観自在菩薩行深般若波羅蜜多時所見菩提戒空土一切苦役者利子式不異苦不不異式式宿舍苦空即舍式重創業式薬部に。おはようございます。あ、おはよう。ウィリアムズさんからだ。君のも入ってるよ。よっぽど君のことを気に入ったらしいんだな。まあ早く読んでみたわ。はい。私たちはいつもあなたのことを話しています。
日本人の心の優しさを感じることができたからです。私はもっと日本のことを知りたくなりました。あなたの冥福を祈る気持ちが私には足りなかったことに気がつきました。ごめんなさいね。月に一回くらいは自分のルーツのこと、自分たちを育ててきた文化のことを考える静かな一日を持とうと思います。心が安らぎを求めるとき、今を生きる人々の心に応える日本講堂のお香、そしてお線香があります。もてなしの心にさりげない品格を添えた三種のお香ぞろえ、優雅な香りが平安町のみやびやかさをよみがえらせる香住の練り香。お香の世界に香水の華やかさを取り入れた香水香、毎日香星雲に代表される香木の香り豊かなお線香、伝統の香りを切り箱塗り箱に収めた御神物用お線香、ゆかしさがそのまま香る一羽入りお線香、高貴な香り、香木キャラを吟味厳選し、伝統の技で仕上げた一羽入り最高級品。香りある豊かな暮らしを願いつつ、日本講堂は今日も香りの製品をお届けいたします。